ハハハハハ。<laughs> <laughs> はい、皆さん、こんにちは。トトです。本日は配給、えー、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします、えーす。今回からね、えー、第2期、えー、こちらを視聴していきたいと思います。前回のね、1期のラストのお話では、まあ、大地さんだったりね、3年生クラスの人たち、まあ、この人たちが、やっぱ春高に向けてね、えー、みんなまあ残ってくれるということで、またいつものメンバーでのね、これから試合っていうのがね、見れる最高の展開になりました。で、そのきっかけを作ってくれて、やっぱあの先生にはね、感謝しかないですね。前回、あの、影山くんとか日向くんをね、ちょっと古い立たたさ させてくれるってところでもあの先生活躍してくれたんですけども、今後も先生にはね要所要所での活躍期待したいと思います。そしてさっきも言ったけどね物語は春香に向けて今度動き出すということなので、まあ、昨日見た OAD みたいなね新しいキャラが敵側にも出てくるとかあるだろうし、また前回の廃みたいねワクワク感動できる試合ねこれに期待して見ていきたいと思います。そして相変わらず僕は推しが決められません。もうねこれ本当決めんのむずいって。まあ、一応今のところ影山くん かなって感じなんだけど、ひなたくんもめっちゃ可愛いしさ、もうその試合試合で変わっちゃうのよ、心情が。だから、とりあえずみんな好きって気持ちでね、僕は見ていきたいと思います。えー、というわけで早速ね、第2期見ていきましょう。えー、皆さんも録画したもの、もしくはビデオンでモード使って一緒にお楽しみください。簡単なボンごめんなさい、三二一。え なんだこの音どういうことおお正常ああまだあれか。ひなた君は。うーん、引きずってるというか。なんか夢にでも見てるのかなまあ、けどこういうのあるよね。ああもういい、もういい、もう見たくない <laughs> いや、もう、明暗がすごいよね。コート挟んで。うん。うん。高みを目指してね。頑張れ。みんながいてこそ。うん。影山くんもいるしね。<laughs> そうよ、そこよ。もういきなり憎い演出だね。いや、このコートのね、準備しながら今の語るってなんか熱くないもうこういう演出好きだよ、俺。ああでニキ、オープニングから。うん。これあれかなカラスのにも新しいメンバーとか入ってきたりすんのけど学年的にはまだ、 あれか変わんないからそういうことはないのか。だから、もしゆくゆくこの作品がカラソノとして、一学年上がるようなとこまでやるんだとしたら、ええー、<laughs> 自分で言っててちょっと悲しくなってきちゃった <laughs>、えー。えええ誰 <laughs> なんか、いたよ カラスのに新キャラ。しかも女の子。おー、えいや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 誰、誰だ、あ見てたあのちょっと待って、もう名前がちょっとはっきりと言えないけど。ええー、てかやばくないなんか知らない人多すぎ。あ、これは女子バレー部かんあ、アサさん今の。なんかかっこよくない あの、紐みたいな、ゴムみたいにつけて。ああ、メンズは特にあれかな変わってないかなえ、けど女子マネージャーみたいなの増えてたわ。あれ誰、誰えへへ、ちょっと楽しみなんだけど。<laughs> レッツゴー東京紅白戦。ああ、別れてやってるんだ。あーでなリ、ひなたくんと影山は。あ、いや、ほらほら朝日さん。あんなんつけてたっけ ユミチュンだよね、きっと。ああ、次期エースー。いや、いいね、このチーム分け。<laughs> やるかってことうーん、だと思った。うー、うんね、ね変わったね、影山くんも。さあ、ゲンエース。いやー、菅さんが弾出して。 やば <laughs> もうこんなんなってますよ。<laughs> ああ、キル拾われたうん。いい試合してんじゃない紅白に分かれてもこれくらいのね、あれができるくらいの、もうメンバーが揃ったんだね。盤石な。月 <laughs> っあるやんまさかのここで。ああ、落ちた<笑><笑>いや、出た <laughs> <laughs> 相変わらず。<laughs> てか、あの子はまだいないよねうん。あ、あの、あれが見れるうん、決まるあー、取られちゃったか。うーん。まだね、ちょっと精度があれなんだろうな。うーん。いやー、ええー、今上がってたすごのや、やさん、さすがだわ。<laughs> ローリングサンダー <laughs>。 <laughs> いやかっこいいけど、まあ、かっこいいけどちょっとかわいい <laughs> いやいやいやそう言わずに <laughs> うんいやー頑張って山口くんあーああけどあれってさけどあんまマナー的にやっちゃいけないんだっけ なんか結構謝ったりするよね俺もテニスやってた時謝ってたけどバレエも一緒なのかなおおもうすさまじいね日向とのコンビ影山くんどっちが勝ったの今の白か <laughs> いや<ー> <laughs> 燃えてるね2人うん やりたいんだ。<laughs> みんなもう。いいね、その気持ち。大事だと思います。うーん。やっぱ白が負けたのか。うん。えあー練習ってこと体壊さないようにね。なんか故障とかそういう話とかも来んのかな。配球。 ああ、練習試合。猫ま猫までどうレッツゴー東京ってそういうことなんじゃないねえ。それと別のあれかな学校なのかな行きますよね東京でしょきっと。あ <laughs>、同じ出てんのえ、ああ、なんて書いてあったかなうん。もしかしてああ、もうシルエットでわかる。あははは。 いやいや、研磨ちょっと。うん。え猫もだけじゃない。フクロウダニ学園グループうん。あ、招待してくれたの ああ、それがあれかなオープニングにいた人たちなのかなうーん。じゃあもう、うかいコーチのおかげじゃないうーん。ああ、先生が動いてくれてたのか。いや、俺もそこかと思ったけど。いやー、やってくれてるね。いや、あな。え <laughs> ーマじゃないけど。うん。 うーん。なるほど。まあ、そんな中、ほんと、猫魔がいてくれてよかったね。うーん。いや、燃えてるね。<laughs> 感じ取ってる <laughs>。これ、まだ、あれだね。あれ まだいないのか。いや、いるよね。だって、インハイ終わった後の話だもんね。あの子来たの。リー、リーリエじゃなくてなんだっけユーリエだっけなんだっけもうなんで出てこないのよ。あ、出た。田中先輩と同じような人。あ、フルフルしてる。やりたいんだ。ひなたくんも。うん、やったるやったる。 じゃあ、あっちも強くなってるからね。うん。えインターハイ予選あれちょっと待って待って待って。猫マって予選って言ってるから。うん。まだあれなのか。あっちは大会が終わってないのか。 だって OAD の方では、猫も負けたって言ってたよね。俺の記憶違いでなければ。うん。頑張れかわいい明日 <laughs> またかわいい子が増えるんだね、今季。どこだああ、日向たくんたちの学校だ。ん 三年生ああ、じゃあマネージャーじゃないきっと。マネージャーでしょだよねうん。何してるんだろうあ、マネージャーを探してるのかな新しくなってくれる子。だ自分も、やっぱ引退っていうのが近づいてるから、ああ、だから更新を育てようとしてるんだ。見つけて。 いやー考えてくれてるねバレーボール部のことをああ及川君ねすごいじゃん雑誌に載るなんてうんだっていい試合してたもんね白鳥沢と、うん、え牛乳パンああああれだわ学校に売ってたわそういえば牛乳パンって自販機で。 ハハハハ。<laughs> うん。あいやーってことはもう正常も強えぞ、これは。いやーけどまたそれ倒さないと白鳥ザートやれないんじゃないあー、うしか。ジャパン日本代表ってことえなんかアンダー、 あ、そういうのやっぱあって。うーん。うーん。ルカーもこう見せてたもんね。桜木かなんかに。あれ違ったっけ桜木が見せてたんだっけ <laughs> なんかあったよね、そんな。あーねえ。それー。いやー。だから全国の話もあると思うから、 そこ行くまで本当大変だよね。えどうしたの何あ、成績まず、もしかして、<laughs> いや、バレーに専念させたいのに、選手部員のみんなのあれが、ちょっと、あれなんだろうね。ギリギリなんだろうね。ダメなのかギリギリっていうか。え <laughs>、なになになに何も言わず。 <laughs> い,やいやいやいや戻ってきて <laughs> 抜けちゃってる <laughs> いやけどまあとりあえずあれかあ,あこれは合宿じゃないか合宿っていうか陰性ではうんあ,あこれは部活だねいやーもう俺こんなんやったら今膝壊れる自信しかないわ んツッキーなーツッキーな、そこ気になるよね。まだやってないね。なんでその全力にならないっていうか、発言とかが節々といいさ。あー、またこの二人をやらせるんだ。<laughs> 燃えそう。<laughs> もう抜いちゃう <laughs> やっぱり <laughs>。いやー、ここがゴール ここより先まで走りそうじゃないこの二人。<laughs> やっぱり <laughs>。分かってたよ。もうそうなるだろうなって。<laughs> 燃え尽きるまで行くんですよ、きっと、あの二人は。けど、ほんと体だけ壊さないようにしてほしいよね。ピキとかそういう演出やめてね。もう目線がだってお互いしか見てないもの。<laughs> すごすぎる。え ああ、気づけばどこまで来ちゃったのか、みたいな。バカだね、ほんとに。カラスが今泣いてたけど。<laughs> いやいやいや、もう、とっくにあれだったじゃん。スッキーたちんとこで。うん。はあ。うん。んああじゃあ今走ってたのあはは、<laughs> やっぱり <laughs> 牛シワくん出てくるんだ。おあ、とうとう、あれだね、会えたね、この二人が。ちャっと。いや、どうするかな、この後。なんか話す。いや、できたら一緒になんかやってほしいんだけどね。さすがにそれはね、できないだろうから。いや、高校生、本当に。なんか、顔つきといいさ。 いや体格も良くないなんか。いや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 、声といいさ、かっこよすぎやろ。ん <laughs> いきなりそんなこと別に考えてここに来たわけじゃないのに。あ吸ってくれてる。おー <laughs> うーんもう王者の余裕というか。いけいけあえマジでこれ、ついていけないんじゃないこの二人だってとんでもないスタミナじゃん、カラスのでは。けどその二人があれなんだよ、多分。置いてかれるんじゃない あ、けど多分、この牛若からしたらよくここまでついてきたもんだなくらいにはなるんだろうね。と予想します。<laughs> いや、そんなことないかも。こ普通についてっちゃうかも。この二人。いや、驚いてんじゃないちょっと今。口には出さないけど。ああ、ついてきたよ失礼しました。大外れ。<laughs> うーん。 なんか、スポーツの名門学校なのかな全般的に。じゃなかったら、この設備というか施設はありえないでしょええやばええマジですごい <laughs>。いやいや、バカ <laughs>。バカ <laughs>。本来の目的よ。ええこれが学校の体育館なの 維持費がすごそうだないや、こういう馬の懐かしい。で、そっから見るの。なんかあんだけ了解もらってたら中入っても良さそうな感じするけどね。んはあ大学生えぇ、ー。 やばージャパンすごすぎる。あっうん。うん。あっ知ってくれてるうーんだろうなうん。 ああ、やっぱ昔のね、王様の、うん、そこら辺がやっぱ落ちた理由になってるんだ。だ今の影山くんだったら受かってたかもね。うん、及川うん。ああ、及川選手認められてる嬉しい。<laughs> 嬉しいね。 うん。うん。けど、それは何今の正常は低いと言ってんのかいああ、やっぱ自分がね、格上だっていう、ちょっとそういうところが、節々的に、ね、ね、それね。うわーやっぱ。 いやー、そんな弱いって言われたらね、負けたカラスノはもうどうしたらいいんだよ。そして頑張ってる選手たちはどうしたらいいんだよね、楽曲たち。うーん。お、何規気迫に押されたの今。し、ねえ、牛若君、汗かいてたよね。うん。 だからやっぱあれだね。もう自分がやってきた相手とか、そういうのを考えると、もうこうなるんだね。くもう実力主義みたいな。おボールが。あえあー、そして、ひなたくん。まさかの割って入った。あはははは。すげえ<ー笑>。ジャンプ力なら同等なんじゃないいや、けどわかんない。白鳥もな。白鳥っていうか、内ろかは本気かわかんないしな。 うん。コンクリート出身。行 <laughs> け行け行こう,うわー因縁ができたねあなるほど白鳥白い鳥とカラスがあ全然その発想なかった いや、ゴミ捨てば。<laughs> やばい、やばい。面白くなってきた。うん。監督か今の。うん。一応、お礼は言うんだね。素晴らしい。うん。うん。く <laughs> <laughs> しびれる <laughs>。やばい <laughs>。もう影山くんやっぱ好きだわ <laughs>。うん。まあ今のね、この短い間でね。いやー、マークされたんじゃないうお、怖っ。え <laughs> もう強そう。ジャパンだけあるわ。 牛若選手うーんそう次こそねそこらへんの気持ちのあれがすごいよねこの2人はいやーその東京でまたまだ見ぬね強敵がいっぱいいるんだろうねそして個性的な選手たちが待っているんでしょう うん。はい。来月。うん。これ、もらえない選手とか出てくるとか、そんな話はないよね。うん。あ、そうだ、さっきの。あー、成績。<laughs> ここの4人か。<laughs> ここなのね。<laughs> いやー、確かにできなさそうな人ばっか。<laughs> 優秀そう。<laughs> いやかわいい。<laughs> いや影山くん。イラタ。いやー。うん。えー、これマジでそっちの理由でいけない人とか出てこないだろうね。置いてかれちゃってとか。えー いや、わかんないわかんない。どうなるか。で、もう、あれだね。さっきも言ったけど、白鳥沢って確かに白い鳥なんだよね。あの演出にくかったなで、エンディングね。新しい。いや、影山くんもさっきめっちゃかっこよかったよね。いや、及川選手がけど、ちょっと認められてるのは嬉しかったけど、やっぱあの言い方がな ま、ひなたくんが燃えるわけだよ。あと、ツッキーね、そろそろ、ちょっと忘れてたけど、さっきあの、大地さんがね、注意したことで思い出したわ。この子のあれだよね。やる気の、なんていうか、ちょっとひねくれた感じっていう部分ね。なんかどういうことなのかなってのやってほしいね。そして、まあ見つけてきたんだろうね。新しいマネージャーとして、さっきの行動といいさ。 だからやっぱあれか卒業してって話もあるのかなうわーもう絶対泣くしかないわそんなのもうそんなエピソード見たら涙出ちゃうよ朝日さん達いなくなるなんてえかっこいい <laughs> <laughs> うん旅客 <laughs> ああやばいな20点大丈夫うん研磨君 ああ、うん、出てきたあの子えそして本当にいけるのね みんな大丈夫か今20点とか出てたけど。はい。というわけで今回ね、2期になって新しくね、お話がなんか目まぐるしく動いていますが、の東京の方のね、学校の選手たち、まあ、今後出てくる人たちも気になるし、まあ、今回出てきた吉岡選手、まあ、ジャパンに選ばれてるってことでね、まあ、いつ戦うのかわかんないけど、か白鳥ーにもね、負けないためにも、まあ、いろんな学校とね、やって経験積んで、まあ、実力つけてって流れが大事なんですが、まずはそのテスト、え、ここを頑張って、 欲しいなと。あの4人には<っ>なんか逆にオルス版があっ。 でそのカラスののなんか秘密兵器っていうかさ、まあ、実はこれがフルメンバーじゃなくてっていうパターンもね、あってもいいのかなっていう気もするんだよね。で、置いてかれるとしたらやっぱ日向くんか影山くんだと思うんだ。あの予告見るまでは全員いけるのかなと思ってたけど、なんか20点って書いてあったから、やっぱいけない選手出てくんじゃねっていう。あとはもう予告のラストにいたね、あのちっちゃい女の子、次回登場するの、そしてどんなキャラクターなのか楽しみにしています。というわけでね、今回の質問に対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。 以上、動画を2つ公開しました。バイバイ